今週も東京家賃3万円の家で週休7日の生活していきます。おはようございます。洗濯します。ガストに来てますね。ガストに入ります。朝なんですごいガラガラです。でガストモーニングが100円ぐらい値上げしたんですよね。これがちょっと残念です。はい、395円。ただ3割還元されるので実質277円。ドリンクバーとスープバー付きです。じゃあいただきます。 PayPay のキャンペーンですね。3割還元です。ドリンクバー、スープバー両方とも付いてるのが、ね、素晴らしいです。これがまたうまいですね。他の客が全然いないです。じゃあいただきます。じゃあ綺麗に半分に剥きました。ゆで卵と塩をつけてトーストのセットです。いただきます。うん、うまいです。はい、トーストですね。このトーストがまたいい音してます。それぐらいすごく硬いんですね。うまいと。いい朝食です。支払った金額の3割還元されます。PayPayのキャンペーンに入手します。はい、帰宅しました。アナの株主優待券届いてました。これメルペイで売ると大体1400円くらいになりますね。この白菜に関しては包丁はあんまり使わないですね。手でちぎっていきます。でもうちょっとちっちゃくなったら包丁で切っていったりしますね。人参の根っこと頭の部分を切り落としていきます。いやこれ解説するのすごいちょっと緊張しますね。解説というか白菜は喋る感じで、はい、切らずにちぎります。はい、飯です。チキンコンソメスープの素で鍋作りました。いただきます。うまいです。オートミール食べます。最近オートミールはお湯で作るのにハマってます。寒いからですね。チョコ、はい、チョコ無料です。うまいです。これ毎天体操ですね。はい、出かけてきます。はい、マックに行きます。三角チョコパイ食べたいと思います。三角チョコパイ本当は140円ですけど、モバイルオーダーのクーポンを使って10円引きになってます。外はだいぶ暗くなってます。はい、帰宅しました。白菜と人参だけのシンプルな鍋です。シェーバー充電してます。いただきます。キムチ鍋なので白菜めちゃくちゃ相性いいです。うまいです。おはようございます。朝から野菜スープです。はい、ご飯代わりにオートミールを鍋の中に入れてますね。あと卵も入れます。タンパク質。割っていきます。はい、いただきます。いただきます。うん、うまいです。すごい優しい味です。味噌汁飲みます。多分これアサリの味噌汁ですね。味噌汁は朝に飲むとセロトニンが出て体にいいですね。今
今日めちゃくちゃ寒いです。12月並みの気温らしいです。下もウィンドブレーカーみたいなのが入ってます。はい、お昼はラーメン作ります。計量カップがないのでペットボトルで水の量を測ります。塩ラーメン食べてるのはもう豊永敦さんの影響ですね。札幌一番塩ラーメン、一応健康を気にして人参入れてますね。で、冷蔵庫持ってないので常温の食品庫にポンと入れちゃってます。ごまですね、入れてます。札幌一番いただきます。メガネ曇ってますね。はい、外出してきます。はい、今日は午後から編集になります。まあ、本当は朝からやりたいんですけど、ちょっと午前中雨降ってたんでしょうがないですね。作業終わりました。買い物してきました。はい、久しぶりにサバ食べます。いただきます。うまいです。うん、うまい。シャワー浴び終わりました。すごく寒いです。半スペですからね。はい、洗濯します。長袖が、2枚しか持ってないので、曇ったりとか雨が降ったりすると半袖になっちゃいますね。半袖着るしかなくなっちゃいます。です。はい、じゃあ行ってきます。足の方がすごく景色がいいですね。この川の青と空の青とすごい綺麗です。立川は今日も晴れてます。立川行ったら間違いなくイケアに立ち寄ります。このロッカーですね、イケアの建物の中にあります。ロッカーの使用料が無料ですね。もう何時間でも無料です。僕はだいたい50番とかそのあたりのロッカーにしまってますね。このランチがですね、合計で200円です。このベジドッグが80円ですね。めちゃくちゃ安いです。で、結構美味しいんですよね。焦点してます。はい、このドリンクがエルダーフラワーの炭酸水になります。これも美味しいですね。で、このコーヒーマシンが新しくなってますね。こうやってメーターでどれくらいかかるかっていうのが分かります。で、マシンが新しくなったので普段飲まないコーヒーを飲んでます。大体は普段カプチーノとかカフェラテとかを飲むんですけど、初めてなのか、コーヒー飲んでます。いただきます。うまい。やっぱりコーヒーはホットドッグ類と一緒に食べ飲みするのが美味しいですね。これはブルーベリー、ラズベリーかな、ラズベリーの炭酸ですね。で、外も晴れてていいですね。気持ちいいですね。これが200円で堪能できるのは本当に最高ですね。おすすめです。このカプチーノですね。
立川を出て散歩してきます。これまっすぐ行くと立川駅に行っつく感じですね。はい、このアートがあってこれもまたねすごい綺麗ですね。あと立川でイルミネーションがやるらしいですね。はい、まあ、夜まで待たないといけないです。この高島屋がなんか撤退というかそういう噂もあるらしいですね。ちょっとわからないですけど、ミスドに行きます。あ、ミスド行かなかったですね、ごめんなさい。これ立川駅前ですね、 JR の駅ビルです。あ、ミスド行きましたね、すいません。で、買い物しました。さつまいものドーナツ151円でした。ただのメルペイで101円以上買うと100円還元っていうクーポンが配信されてたので実質51円でドーナツゲットしました。で、昭和記念公園ですね。立川駅と行きやの、まあ、中間地点あたりにあります。ここもまたねめちゃくちゃ広い公園でエスカレートに行きます。まず公園の中にエスカレーターがあるっていうのはすごいですよね。もう雲全くない青空だね。ちょっと眩しいくらいですね。花がありますね、コスモスですね。で、この辺りでミスタードーナツを食べていきたいと思います。花です、綺麗ですね。これが椅子ですね、3つあります。ここに座って前の景色を見てミスタードーナツ食べていきます。高須美希屋チャンネルでもミスタードーナツのさつまいも味食べてましたね。それにちょっと憧れもあって、はい、あとポケモンのパッケージもあったんでこれ可愛いですね。はい、でさつまいもの、ドーナツになります。うまいですね。あ、メルカリは本当にたまに異常にお得なキャンペーンが、まあ、クーポンが配信されたりするので結構おすすめですね。この袋がまた可愛くてちょっと捨てるのがもったいないというかそんな感じもしたんですけど、まあ家に帰ってすぐ捨てました。ミニマリストはずっとね物持ってたりはしないですね。でこの橋の上ですね、これもまたいいですね。で見えてるのが有料エリアになりますね。まあ、2週間くらい前に有料エリア行ってましたね。はい、葉っぱがねまた綺麗ですね。はい、ちょっとよくわかんないコースをしております。横になって寝そべり族完成ということで、本当に芝生にこうバーッと横になるのがすごい気持ちいいんですよね。ほとんど人がいないですね。考えないで横になってます。エスカレーターですね。
この木がまた紅葉のグラデーションが綺麗ですね。すごい、2ヶ月分で3,850円なんで、まあ、1ヶ月あたり2,000円切ってます。一人暮らしの人の水道料金平均2,000円くらいなんで、まあ、ちょっと下回ってますね。チキンクリスプです。150円ですね。値上げしてますね。あとこれはコーヒーがジンジャーエールですね。食べ物と飲み物を交互に食べ飲みしていくのがすごく好きですね。でここも立川ですね。すごい綺麗な夕焼けというか、まあ、青空と夕焼けがこうオレンジと青で重なってる感じがすごくいいですね。ナースのオブジェです。はい、帰宅しました。はい、鍋できました。いただきます。キムチ鍋ですね。うん、うまいです。よかったです。シャワー浴びました。はい、洗濯はもちろん手洗いです。洗濯機家にありません。はい、おはようございます。はい、朝食作っていきます。はい、麻婆豆腐です。朝から麻婆、中に卵も入れました。紙コップで食べます。器使っちゃうとちょっと洗うのめんどくさいんですね。大変です。で僕視力が 0.1 ないんですよね。なのでちょっとメガネとかもすごい重くなったりしますね。なのでコンタクトが本当はかけたいですね。コンタクトちょっとかけるとお金1回ごとにかかっちゃうんで、3日に1回とかそれぐらいに抑えてますね。あ、ちなみに掃除機も家にないですね。なのでクイックルワイパーでさっと終わらせます。で YouTube 撮影用の照明を今片付けてますね。今日から親が来て2泊していきますね。ちょっと東京都内に用事があるみたいなんで、で、まあ、ホテル代節約っていうことでちょっと宿代わりに家に泊まりに来ます。はい、親が来る前に作業ちょっとでも、はい、じゃあこれから親を迎えに行ってきます。まあ秋って感じですね。イチョウの葉っぱが道路にすごい落ちてますね。この落ち葉を踏むとザクザク音がして結構秋の感じがしていいですね。でこれも、PayPay のキャンペーンで 30% オフですね。株主優待です。スターフライヤーの株主優待ですね。まあ、1枚1100円、1200円くらいで売れます。それが3枚届いてます。100均で買い物してきましたね。あとパンとか、コーヒーがなんと100均で売ってます。あと実家で余ってて食べないというお菓子ですね。こちらお土産でもらいました。大学ですね。大学に行きたいというふうに親が言ってたんで散歩しに来ました。まあ、夜はすごく夜景というか窓ガラスの光とかがすごく綺麗ですね。で街の夜景も見えます。23区外の夜景ですね。で大学内にこうやってイルミネーションがあるっていうすごい豪華なところですね。
ちょっと僕が通ってた大学にはこのイルミネーションはやってなかったんで豪華ですね。で歩いて、頑張って歩いて多摩センターまで来ましたね。でイルミネーションを楽しんでると、でキティもいますね。でっかいです。サンリオの前ですね。サンリオには入らずに、まあ、無料で景色だけ楽しませていただいております。ありがとうございます。多摩センターですねの駅ですね。駅のこういう、マイメロとか、まあ、クロミがいないですけど、グレタマとかもう渋谷に、来てますね。これ翌朝ですね。ポケモンがスカーレットバイオレットですね。新しい新作が出てます。そこから横浜に移動しました。みなとみらいのあたりですね。で弟の結婚式の引き出物でもらった船のクルーズですね。こちらの期限がすごい迫ってるということで、このままだと有効期限が切れてしまうということで、チケットをね、親がなんと持ってきてくれてましたので、はい、ちょっとセミリタイヤ生活でフェリーで、ご飯食べられるっていうのはちょっと思ってなかったんで、まあ、びっくりです。はい、ありがとうございます。でこのターミナルの中がすごく広かったですね。日本庭園の飾りというのもあります。で船の模型ですね。景色が素晴らしいです。見えてるのがみなとみらいとかランドマークタワーとか船の出発前に、ちょっとターミナルの屋上に行って散歩してますね。この船は大きいですけど、僕らは乗らないです。もうちょっとちっちゃいやつに乗ります。そこに海が見えるレストランもありますね。こっちですね。しばして戦場のレストランみたいな、そんな感じですね。でバイキングなのでめちゃくちゃおかわりしました。5回ぐらいはおかわりしましたね。まあ、料理自体は正直そんな高級な感じではなかったですね。まあ、多分1500円から2000円くらいのバイキングですね。まあ、僕にとってはもうすごいたくさん食べられるということで、ありがたくいただきました。横浜ベイブリッジの下をこれから通過します。この体験はさすがに一生もうないと思います。ベイブリッジを通過するっていう体験自体が、ね、すごく良かったなと思います。まあ、
麻婆豆腐ですね。でカレーとかコーヒーとか、フカヒレがちょっと本物かわからないですけど食べました。で隣の人が誕生日でした。で丸がどうありましたね。幸いいくらでも入りますね。最後にまたトマトとかルッコラとか栄養があるやつを食べてますね。ちょうど2時間でちょうどいい。はい、こんな感じで、いやー楽しみましたね。もう一生ないと思います。はい、で神奈川県庁に来ました。ここも普通に誰でも入れますね。で屋上に来ました。神奈川県庁の中はかなり古かったですね。で建物自体は伝統がある感じで趣がありました。でこちらの噴水が横浜スタジアムですね。この近くにありました。ウェイパーです。中華街は何も食べなかったですね。もうお腹いっぱいでした。ここまで移動費ぐらいしかお金は使ってないですね。ここまこなり社長がおすすめしてた店です。京華楼っていう店ですね。麻婆豆腐とかは美味しいらしいです。僕は京都チンっていうところがすごく辛い麻婆豆腐が好きですね。1回しか食べたことないんでまた食べに行きたいと思います。この神社は意外と人いなかったですね。ガンダムがいましたね。有名な赤レンガ倉庫ですね。こちらが休館中でした。まあ、中行っても買い物しなかったと思うので、外からの風景が眺められただけでも良かったです。船ですね。ここが橋の下を通っていきます。親を駅まで送ってきました。
足ですね。立川で火事がありましたね。ちょっと通行止めになったりとかしてました。マクドナルドですね。こちらはちょっと特殊なというか特別なマクドナルドになります。まあ、映ってるようにマックカフェ by バリスタ、全国にそんなにお店多くないですね。珍しいところです。内装もおしゃれですね。まあ、半分マック半分スタバみたいな感じですね。あのフラペチーノみたいなやつとかカフェラテとかそういったものは売ってますね。まあ、料金的にはちょっとカフェラテでも250円からとかちょっとお高めですね。僕にとってはお高めだったので。朝マックです。10時過ぎに着いたのでソーセージマックですね。150円いただきます。これも昔ね110円くらいでしたね。ちょっと値上げしました。いただきます。塩気がすごく好きですね。で動画編集していきます。2時間くらい編集してました。まだ立川ですね。立川すごく今日人が多かったです。これイベントですね。人がいないところで紅葉は紅葉を楽しんでました。このイベント入るのに1500円くらい、入場料かかります。なので入りませんでした。デイキアですね。今日土曜日なのでだいぶ人が多かったです。何が来るのかというと、まあ、いつものセットですね。ベジドッグで80円。立川中央図書館ですね。なんかすごく巨大なバッグが文字がありましたね。読書立川中央図書館に行ってました。ここ3時間くらいいましたね。久しぶりに読書しましたね。楽しかったです。ちょっと夕方になるとこういうイルミネーションが始まりますね。いいですね。はい、帰宅しました。はい、荷物届いてました。ヤフーのくじに応募したら当たったくるみですね。250g で、無料です。サプリですね。これ調味料ですね。サプリと調味料に関してはあまりケチらずに買ってます。はい、朝ごはんです。この音がいいですね。はい、飯です。コーヒーと卵焼きとくるみとクロワッサンです。この調味料は実家からお土産でもらったやつですね。12月末で賞味期限が切れるらしいんで、捨てる前に持ってきたみたいです。8時なんですけど外出してます。ウェルシア薬局で買い物しに行きます。帰宅しました。じゃあまた買い物に行ってきます。1日でウェルシア薬局に2回来ました。なんでかっていうと 1.5 倍分の買い物ができる日だからですね。はい、お客様感謝です。はい、エビオス醤ですね。ビタミン、ミネラル、アミノ酸、食物繊維、この補給がエビオス醤だけでかなり、ね、できるので買いました。
エゴマ油ですね。これも買いました。オメガ3補給です。この油と醤油かけると豆腐がすごい美味しかったですね。でプロテインですね、こちら 55% オフ、半額以下のプロテインが届きました。キープロテインですね。エンドウ豆のプロテインです。スプーンが下に隠れてました。はい、これお湯で溶いて飲むタイプのプロテインですね。ホットココアみたいなホットチョコレートですね。これシェイクでシャカシャカ振らなくてもいいのですごい楽ですね。洗わなくていいっていうのが素晴らしいです。これ寒い時とか、朝とかですね、あとは夜に飲みたいと思います。夕食鍋作る感じですね。小さくなった時は白菜は包丁で切ってから使いますね。それ以外はちぎります。豆苗ですね、これも半額の、半額になった上で 1.5 倍で買い物ができるんでめちゃくちゃ安いですね。スパイスを入れます。あとごまも入れますね。味はどうでしょうか。うまいらしいです。まあ、うまいですね。鍋は常にもやしですね。これも1袋19円です。鍋2杯目です。野菜だったら本当にいくらでも食べれますね。この映像を見てるとちょっと鍋食べたくなってきました。スープも飲みます。はい、ポテチ買っちゃいましたね。これ1袋70円くらいで売っていて、それがまた3割還元されるんで実質50円くらいですね。もう1枚食べたら全部食べちゃいますね。不足だった人がエビオスジョ飲んだりするとちょっと変わるかもしれないんですけど、はい。でも歯磨きしてますということで、はい。来週からワールドカップがついに始まります。はい、日本代表も見るんですけど他の試合も含めてたくさん見たいと思います。今セミリタイアしたんで時間だけはあります。ということで今週もご視聴ありがとうございました。動画が良かったという方は高評価やチャンネル登録の方よろしくお願いします。あと動画を SNS で拡散していただけるとすごく嬉しいです。ではまた来週お会いしましょう。カルでした。